その手触りって感覚として触覚なんですけど、まだ本当にその子どもたちのその魂の在り方がまだ柔らかく包んであげるものっていうのと言えば関係するんじゃないかと思います。あともうちょっとだからね、はい、頑張るよ。よし、きれいきれい。で刺してちょっとよく見といてね。で糸が長いので編み目の一目一目っていうのは少し目覚めなきゃ編んでいけないんです。それって目覚めを促すことっていうのにもつながります。まだ1年生のポワンとした時期からだんだん2年3年少しずつですけど目覚めていきます。自分の手から美しいものが作り出されることへの喜びって言えるんじゃないかと思います。大きくなっていくと6年生あたりから木が相手であったり、ね、鉄が相手だったりでこうだん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 硬いものが相手になっていく。思春期とか高校生はなんかそれに出会うことで自分の力も注ぐしそこから返ってくる手応えみたいなものも感じる。めっちゃ浮いてるこれ。英語でクレバーって言葉があるんですけど、クレバーって日本語で賢いっていうふうに捉えますけど器用って意味があるじゃないですか、だからクレバーってすごく的確だなと思うんですよ。器用だし賢くてでなんかこう手が賢くなっているのかな。で人間が考えたことを手で実現するっていうそういうすごく重要な力を身につける気がしますね。使ってるものの背後にどんな技術っていうか技とかがあるかっていうようなことを知ったり自分を超えたずっと高いもの良いものがあるっていうのを体験すること自体がなんか驚きであるし、世の中にはこんなすごい人がいるんだっていうのをこう間近に体験できるっていうのはとっても素晴らしいことだなっていうふうに思います。私たちを取り巻いてくれている光、風、水、大地、そのすべてが私たちを養ってくれています。そのおかげで私たちはこうして楽しく生きることができます。そして今度は私たち人間がこの世界に私たち自身を捧げます。ここに集う私たちの思いをどうか受け取ってください。
ば。うまそう。言ったいやいや、いいかな、おいしそう。絶対辛い。とろっとろ。野菜が溶けて。ちょっと待って、汁。悪いね。Is he a doctor? Is he a doctor? Is he a pianist? Is he a basketball player? Does he read the room? Does he read the room? Does he read the room?最初やってた時は1から3までのここの面積を求めてください。数列によって宇宙の神秘がパッと解明されるっていう、そういうことを知るとすごいなって言ってくれるんです。1人でも2人でも言ってくれたらクラス全体としてすごいよなっていう空気がこうあって、これを見て質問が起こる人いませんか？これ計算としては OK です。だけどこれおかしいんちゃうって思う人、マイナス2から2までの面積って言ってるのに、で面積あるのに0とかマイナスとかおかしいな。あ、面積にマイナスだ、あるのにない。自分の身の回りにこう果てしなく広がる地面があります。立つことによって私たち人類は手は自由になる、手が自由になったのと同時に高さを持ったんだよ。目の高さ、これが無限の彼方。それはね、人によって、人によって違う。一人一人にとっての無限の彼方があるんです。ではこれは地平線、水平線に収束する平行線が2つになる。これによってこれは、ね、四角形、いわゆる平行四辺形と認識することができます。で、これをこの間みたいに、また無限に増殖させています頃から作っていると、物を作るっていうことに何かハードルが低くなるんだと思うんです。なので作っていくことに対してとても意欲的であるし、それが例えば8年生の演劇であるとか、あの衣装や道具ありますよね、あそこでとても花開きます。何度聞いたか知れないけど、その度に初めて聞いたような気がする。この国はそんなに古くないやろ。せいぜいジョジョが話し出して体も黙って人に惹かれるぜ。自分たちが結局どうしたいのか、どうなりたいのか、このもしかしたらこの物語と関係なかったとしても、なんか自分たちがこの演劇でもっと例えばなんかクラスが団結したいとか、なんか自立したいとか、自分たちが子どもたちがやりたいことをなんかまず見つけてもらいたいというか、まあ、日はやりたいっていうのは変わらへんかな。その最後に見せたいなっていう、やっぱり火ってすごく危なくて、万が一火事になった場合とか、あのどういうふうに運ぶのかとか、それでやるっていう方法、なんか若者やったら分からないけど、もしかしたらなくなるっていう方法でいいのかなっていう、
ちろん俺らとしてはやってほしいけど、俺ら以外でほんまに全員がさやること多すぎて胸やったら無理。そのレベルでいいってことか。なんかまとめていけるような、人を引っ張っていけるような、まあ事務的なところから、まあまあ、コミュニケーションとかそういうところでもなんか引っ張っていけるような仕事に就きたいなとか。このクラスってまあ10年ずっと一緒なんで、まあ、最後だし、はい、いい感じで演劇まで当日まで進んだらいいなっていう感じです。中将、中将いい人、なんかエリにお話しして。その一言でこの嬉しさよ。あらゆる悪の手の届かぬところに潜みながら、その力はおのずから世界と己とを活気づけている。新しいものなんてあるものか、何も生まれるものか。自分をなんていうか捨てるっていうか、なんだろう、一つ破っていけるような、なんか演劇やるとなんか自分の内面っていうか、そういうところをなんかちょっとだけ分かったりとか。けど演劇っていうのはまあゴールがそこで終わりっていうんじゃなくて、そこから続いていくとかっていうこともあるんで、まあなんか変われたらいいと思うんですけど、まあ、それが全然ゴールっていうわけじゃなくて、そのなんか一つの段階とかっていう。せーの、ありがとうございました。自分の力で物が作り出せるっていうのってやっぱり自信につながると思うんですね。この手が世界を変える。